だか可愛いな、この花火は。線香花火は最後にやるもんだろ。いいの、好きなんだもん。うん、私もだ。ちぇ、女ってこういうの好きだよな。どうしてそんなことを聞くんだ？さあ、わからない。事故があったんでしょ？ああ、そうだ。いつかはその事故に巻き込まれたらしい。じゃあ、やっぱり。あれは夏休みの間に起こった出来事だった。あの時、アマネも俺も風ヶ浦にはいなかったんだ。事故があったことは壊れた機体を見れば明らかだった。けどそこで何があったかは結局教えられず、いつかは二度と戻ってこなかった。もしその事故でイスカが死んだのなら、もっと大きな問題になっていたはずだ。しかし、学校側は事故をもみ消し、なかったことにした。以来、その話はタブーとなった。探さなかったの？探そうとしたさ。けど、いつかは寮生で一人暮らし。実家がどこにあるか誰も知らなかった。トビウオ荘のオーナーさんなら知っていたんじゃ。教えてはもらえなかった。どうやら、口止めされていたらしい。ああ。あいつも俺と同じで、イスカがどうなったのか知らないはずだ。アマネは、イスカがいなくなった後もグライダー製作を続けた。まるでそうすることで、イスカが戻ってくるって信じてるみたいに。アンちゃんも続けてたんでしょ？
イスカがいなくなった後、アマネは変わった。人を寄せつけなくなった。あのアマネちゃんが？それ以来、俺はアマネと疎遠になっていった。気には留めていたんだがな。誰もいないガレージで孤独に浸るあいつを見ているのが辛かった。それに何より、突然イスカを失って、俺もかなり参ってた。私たちが出会った時、アマネちゃんはすぐに私たちを受け入れてくれたわ。でも部員を入れることには積極的じゃなかったわ。歳月が傷を癒して、アマネの堅くなさも評価していったんだろう。けど、あいつがあんなに楽しそうにしてるのは、葵たちのおかげだと思う。また色が変わった。面白いな。綺麗ですね。なあ、誰のが一番長いか競争しようぜ。うん、いいよ。おお、面白そうだな。やろうやろう。俺は自分のことで手一杯で、友達だったあいつに何もしてやれなかった。都合のいい話だが、お前たちがあいつと出会ってくれたことに心から感謝してる。俺はとっくに引退した身だ。OB として手伝えることがあれば手を貸すよ。引退までの間、アマネのこと頼む。悪い。もしもし、達也です。はい。はい。本当っすか、吉沢さん。わかりました。明日の朝一番で取りに行きます。喜べ、お前ら！
つまり、校舎裏にひっそりと立つ古びたガレージ、誰かが使っている様子はなく、誰からも見向きもされていない。何か面白いものがあるかもと、こっそり中に忍び込んでみた。初めてあれを見た時は、なんか変なものがあるなって程度で、大して興味もなかった。それが180度変わったのは、あの写真を見つけてから。一冊のノートに大事に挟んであった、それはとても綺麗な雲の写真。こんな美しい空があってもいいの？ってくらいグレートな空。けど、なんか変だ。なんでだろう。この写真。あ、わかった。そう。その写真は、雲の上から撮影されていたのだ。挟んであったノートのページには、こう書かれてあった。なんという幸運だろう。我々は風ヶ浦に突如出現したモーニンググローリーを偶然にも飛ぶことができた。それはもう奇跡と言ってもいい素晴らしい体験だった。モーニンググローリー？飛んだ？そのノート、高校日誌を読み進めるうちに、僕はどんどんのめり込んでいった。雲の写真は、このガレージを使っていた人たちが、グライダーという飛行機に乗って、空の上から撮影したもので。そのグライダーには、エンジンはついてなくて、風に乗って雲の上まで飛ぶんだという。一体どんな気分だろう、風に乗って空を飛ぶのは。あの美しい雲の回廊を渡るのは。そうして思いを巡らせた時、もう僕の心は決まっていた。